皆さん、おはようございます。タンピンナップジャパン公認デモンストレーターの上田とさとみです。はい、いつも通り時間よりちょっと早くスタートして、正しい場所でやってるか確認 OK ということです。ちょっと画面が大きいでしょうか。大丈夫かな。はい、まだね、時間にはなってないんですけれども、時間ちょっと先に始めておかないと、ちょうどに合わせて見ていただける方にはとってはちょっとタイムラグがね、実際あるんですよね。ライブと言いつつもほんのちょっとねタイムラグがあるんですよ。あ、でも、あ、おはようございます。 MN さん、きっと時間きっちりですよね。ありがとうございます。ちょっと先に喉を潤して、週末のですね、ブログにも書いたんですけれども、先週末はですね、YF さんもおはようございます。ちょっと合唱団のね、公演の方で、遠征公演に行っていたんですけれども、それもあってかなくてか、ちょっと最近、これアレルギーだと思うんですけど、喉がね、調子悪いんでしょう。イガラっぽくって、なんかちょっとかすれ気味になってるんですけども、あ、EK さんおはようございます。なんかお久しぶりじゃないですかね。そんなことないですかね。ありがとうございます。N さんもおはようございます。ということで、ちょうど時間となりました。本日のライブチャットではですね、こちらの2019年秋冬カタログからの、スイートのですね、プロダクトシェア、すでにですね、9月は、まあ、秋のシェア、秋の、スイートとかハロウィンということで、まあ、実際に皆さんが使われる時期よりも、まあ、1ヶ月ぐらいね、早くプロダクトシェアをご提供して、あらかじめそのイベントに間に合うようにね、制作する時間が合うようにということで、ちょっと早めにご提供しております。ということで、10月1日の本日のご提供は4つのスイートのプロダクトシェアを発表いたします。ということで、早速いきますね。4つもありますからね、言うこといっぱいあるんですよね。はい、まず第1番、トワイルタイリングスイート。じゃあちょっと後のやつはちょっとこの辺に気が散ると思いますけれども、なんだなんだって感じで、置いといて、はい、スイートに含まれてくるもの、カタログ上で見ていただくとですね、こちらです。7ページ、デザイナーシリーズペーパートワイルタイリング、それから8分の3インチダブルステッチリボンガーデングリーン、そしてルーシュドリボンリアルレッド1インチ幅ですね、にこちらのグリッターエナメルトワイルタイリング、これがですね、使い切りサイズで、ね、入ってるんですね。じゃあ具体的にいきますね。まずカードストックからいきます。はい、このトワイル、カードストックはですね、実際スイートにはもうね、コーディネートしたパックっていうのはないので、私の方でね、集めているので、このカードストックパックが結構ありがたいんですっていう風に言っていただく方たくさんいらっしゃって、すごく嬉しいです。これパッと見ていただくと、あれ、カラーは2色なのにベリーバニラが2つあるよって思うかもしれませんね。まずカラーの方はリアルレッド、それからガーデングリーン、というのはデザイナーシリーズペーパー、これ実は3色しかないんですよね。リアルレッドとガーデングリーン、そしてニュートラルがベリーバニラなんですが、バニラには、まあこれウィスパーホワイトもそうなんですが、2つあるって知ってました？皆さん、最近スタンピンアップを発見した方はご存知ない方もいらっしゃると思うんですが、これね、厚みが違うんですよね。ベースカードにしてもちょうどいい厚いタイプのバニラと、それから普通にスタンプをして、まあマッティングをしていくのにちょうどいい 80GSM の薄い方のバニラと、両方つけました。なのでバニラをカラーカードストックみたいな意識で、厚い方をベースにしてもいただいてもいいですし、リアルレッドをベース、ガーデングリーンをベース、そしてスタンプしたものは、はい、こちらの薄い方の通常のバニラに押していただいてもいいんじゃないかと思います。これがですね、それぞれ3枚ずつ入っていて、12枚カードストックが入っています。そしてですね、デザイナーシリーズペーパー、これすでに先行オーダーした時にね、ご紹介したんですけれども、実はですね、通常このデザイナーシリーズペーパーって裏表別パターンですよね。はい、同じなんです、これ実を言うと。なんだけれども、色が
違うですね。なのでカラーは、ガーデングリーンまたはリアルレッドということになっているので、一応それぞれ 12×6 インチが、まあこういうふうに使っていただけるとね、1個ずつの色を選んでいただけるので、12枚 12×6 インチでこんなふうに入っています。そして上下のねパターンがあるもの、わかります？これ1枚はですね縦になるように、もう1枚は横になるようにカットしてあります。これ最近やっているんですけど、これもですね両方のパターンをね使えるのですごくねありがたいですって言っていただいてるんですけど、こちらもはい、ストライプとかね向きがあるものはこんな風に、1枚ずつ向きを変えて、カットしてあるんですね。これはまあ同じですね。はい、これもそうです。ここからちょっと似たようなパターンになるので、同じものが2つ入って、なんか何個も入ってるってことじゃなくて、ちょっとずつ違うんですよ。はい、これ教会があるパターンの村の景色も、はい、縦カットのもと、もの、横カットのものと、はい、両方ですね、入れてありますよ。はい、こちら、さっきと似てるんですけれど、こちらはですね、はい、何でしょう、渡り橋、アーチの橋と、それからバーン、なんだろう、バーンって何て言うんだろう、馬小屋みたいな倉庫みたいなねもの、そしてスノーマン作ってるのが入ってるんですね。こちらのパターンも横カットのもとものと、それから縦カットのものっていう風に入っているので、カードストックの上にねマッティングするときに、こういう縦向きのカードを作る、横向きのカードを作るときでもいいし、縦向きのカードを作るときでもいいしっていう形でやっておきました。もちろん6インチにこの後カットしていただいて、箱などを書く作る方にとっては向きは関係ないので、まあ融通性がとても効くという感じなんですね。はい、最後の、ネイチャー系の、これもデザイナーシリーズペーパーご紹介した時に言ったんですけれども、といって話がまたちょっとそれるこのネイチャーズビューティー、これですねカタログの一番後ろについていて、これをね買うとね、チャリティーのためのセットなんで、このうちのいくらかが指定したチャリティー団体に寄付されるんですけれども、そのですねほらパターンとじゃじゃーん、コーディネートしてるじゃんと思ったんですよ。全部じゃないんですけど、はい、このオオカミちゃんとかウサギちゃんは全く一緒ですよね。木の感じも似てますよね。ただ面白いのは、はい、こちらトナカイさんね、角が生えてるのはオスですね。バンビーちゃんじゃなくてメスですね、きっとこれねそういう感じでちょっと違うんですけど、でもコーディネート、あ、YA さんもおはようございます。そんな感じになってます。ちなみにこれブログで後ほど言いますけれども、後でビデオで YouTube でこれ見てる人はもしかして終わっちゃうかもしれないんですが、今週、つまり2019年10月5日の土曜日ですね、ワールドカードメイキングデーというのがあるんですね。で、一応もう世界中でね、カードメーカーさんがね、その日みんなで集まってカード作ろうってことで、ウェラードの場合は一人でオーストラリアでやってますので、日本の皆さんと集まることはできないんですけれども、ライブでカードメイキングをいたしますよ。その時ちょっとこちらのですね、セットを使って作ってみたいと思いますので、よかったら、今週の土曜日もね、こちらの Facebook ページの方にチューニングインということで、生で私がカードをその場で作っている様子をご覧くださいませ。また皆さんもですね、一緒にね、作っていただけると嬉しいなと思います。はい、話は元い。このプロダクトシアキットトワイルタイディング。リボンなんですけども、先ほど言いましたこれですね。両方がそれぞれ2メートルずつ入っていますよ。リアルレッドも。ほら、もうこれ結構十分じゃないですか。リボンは本当に使い切れなくて今まで困ってましたっていう方たくさんいらっしゃるんですけど、このプロダクトシェアキットだったらね、もうこれ十分ですよ。このプロダクトシェアキットのリボンでも本当にちょっとずつ余るぐらいっていうぐらいね、使いではあります。ですが多分丸々1個買っちゃってるともう使い切れないなーっていう感じだと思うんですけどね。あ、TH さんもおはようございます。NN さんもおはようございます。そして最後エンベリッシュメント、グリッターエナメルドット、ドカーン、これ1パックぐらい見えますよね。違うんですよ、
これでもちゃんとシェアなんですね。ということは、一泊買ったら本当にもしかしたら使い切れなかったかもって感じなんですけども。で、これもですね、分量がいつも微妙で、使い切りといっても、ちょっと作ったらなくなっちゃうのもつまらないし、ちびちび、なんて言うんでしょう、ちびちび、ケチって使わなくってもいいぐらいの分量で、しかもあまり残らない。ということでですね、はい、こちら、2色なんですけれども、合計で80個、つまり40個ずつ、だって1、2、3、4が10列ありますから、はい、80個。なので、これぐらいあったらね、一つのカラーも、ケチケチしませんよね。バンバン使ってっても、またクリスマスカード何個も同じものを作るときでも、10セットは作れるということですよ。これ2色使ってもね。10セットどころじゃないですよね。今私これ40個だって言いましたよね。まあ1個、これ1セットとすると1、2、3、4、5だから、まあ10セットということで、という意味で言っています。ということでですね、こちらもですね、結構ね、もりもりのキットになってるんですけれども、後ほどブログの方にですね、今日のブログは、もう見た人いますかね、ちょっと変則で、ライブの日っていつもブログは、ライブ終わってから更新してましたよね。でもね、今日のブログは変則で、実は第1部としてすでにもうね、アップしたものがあります。今日から私たちデモンストレーターが先行オーダーできるようになった、新しいスタンピンアップトリマースタンピンアップトリマー、新しいやつ、イエイイエイ。それとですね、新しい、ミニクリスマススイートということで、ミニじゃないよ、これかなりがっつりあるよと思ったんですけども、新しいですね、在庫限りのね、クリスマスイズヒアーというね、スイートもあったので、そちらのことをね、今値段言うの忘れちゃった。そちらのことをですね、ブログにはすでに書いてありますので、それとともに後ほど、まあ、それはもうアップしてあるので、それとともに、こちらの今の動画をまた後ほど、ブログで載せます。で、このプロダクトシェア自体の詳細と、それから、ま、金額とかそういったものです。何が入ってるかっていうのをもう一度、羅列したものは、この後、プロダクトシェアキットとの専用ページ、通常のブログではなくって、専用ページの方にアップしておきますので、11枚のブログを遡ってみなくても大丈夫なようにします。はい、こちら、今のキット、トワイルダイリング、税込み送料込み3700円でご提供でございます。次、ラップトインクリスマス。もう値段見えてるし。じゃあもうこのままこういく感じでいこう。もう最初に値段見えてるから。3900円です。これ、税込みです。税込み、送料込み、手数料込み。だから、かなりお手、お手頃でございます。はい。ということで、含まれているのは、デザイナーシリーズペーパー、ラップトインプラット、6インチ×6インチ、そして、シェイテッドスプリーズのゴールドのリボン、うん、ジングルベールに、はい、ミニピザボックスも入ってますよ。なかなかボックスものってパック1パック自分でゲットするのはちょっと使い切れないっていう方ね、本当に多いんですよね。はい、こちらもカードストックからいきます。デザイナーシリーズペーパーのコーディネートカラーで、チェリーコブラ、ナイトオブネイビー、そしてグリーンはシェイデッドスプルース、ニュートラルはウィスパーホワイト、それぞれ3枚ずつの12枚カードストック入っています。次にデザイナーシリーズペーパー、これですね、1パック自体はですね、48枚なんですけど、これ24枚入ってます。つまり、はい、これ裏表なのでね、裏表が、まあ、同じものが2枚。でも、裏表を使いたい場合は、ちゃんと全てのパターンが1枚ずつ入っているということなんです。これの裏がこんな風になっています。これもね、ほんと素敵ですよ。もうこのね、コーディネートから見てください。これに合わせてね、なんて言うんでしょう。ちょっとシックな、トラディショナルな感じのクリスマス、トナカイさんに、はい、このね、タータンチェックっていうのはいいですよね。いつの時にも、別にクリスマスだけじゃなくっても、いつでも使えますよね。本当に素敵。これの裏がこれです。はい。
この裏がこれ。これはですね、スタンプと同じパターンですよね。なので、これ、確かね、パンチで、よいしょ。声が遠くなったら席外してると思ってください。パンチでこれ。はい、こんなことできますよ。こんな感じ。ツリーパンチで、カットできるので、これ全部、こういう風にちょっとずつカットしておいて、パンチしていけば、なんと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個のツリーがパンチアウトできますよね。2枚いるから20何個。まあ、場所によって違うのかな？印刷の雰囲気。あ、でも、同じだ。あ、ということはちゃんと11個ね、できるということですね。パンチアウトがね。はい、次がこれで、後ろが、はい、こんな細かいツリーのパターンとなっています。次、これ。これかわいい。ほら、コントもいい。ナイトブネイビーもいいし、本当にかわいいチェックあるんですよね。で、裏がですね、これ、一回私ミトコンドリアと思ったら、もうミトコンドリアでしか見えなくなってしまったんですが、松ぼっくりでございます。はい。次、この裏が、このチェック、スティッチが入ってて素敵ですよね。これ、説明文には書いてないんですけど、スペシャリティなのでね、もうご存知と思いますけど、フォイル、ゴールドフォイルでキラキラしておりますよ。はい、つまり片面が必ずキラキラ。あと、このパターンも私ちょっとね、いいんですよね。好きだなと思ってます。これ、トナカイさんがお迎え合ってるやつ。これも素敵ですね。はい、次、後ろは、ナイト・オブ・ネイビーのスター。なんか、これ、星の、ソーベニスターズのスタンプとも、なんか、これ、コーディネートできそうな気がしましたよ。はい、これもなんか素敵だ。裏が緑だ。素敵。はい、これが最後となります。そして、次が、エンベリシメント関係、リボン。最低2メートル。先ほどのも言わなかったか、もしかしたら言わなかったらあれですけど、リボンは最低2メートルです。各リボンね。通常ね。というのは、なんで最低って言ってるかっていうと、実際は2メートル10センチとか、2メートル15センチとかっていう形で入ってると思います。ですが、最初のに来たリボンがね、何メートルって表示されていても、若干ね、誤差があるんですよ。なので、その書かれているものをしっかり人数分で割ってって出すと、若干誤差が出るので、最低でも2メートルと言っておきます。なので、実際はもっと2メートル20センチ弱とか、そんな感じで言ってると思うんですね。はい。で、こちらのジングルベル、かわいいじゃないですか。ジングルベルは全部で3色、ゴールド、チェリーコブラ、シェイデッドスプルーズ、それぞれ4個ずつの、全部で12個。この12個っていうのも、あれですよね。これ2個ずつだと、なんかすぐに終わっちゃう気がするんで、ちょっとチミチミって感じですけど、全部色が4つずつ入ってたら結構安心して使えますよね。でも、余らないぞっていう感じじゃないですか。ベルが11色3個ずつ入っておりますが、はい、ピザボックス、これですね、ミラーなのでね、画面でほら、いろんなところが映るのが、ほら、これ私の顔映っちゃったとかね、こんな感じで、ちょっとね、これ怖いので、ちょっとだけ、いろいろね、こういう風にしておけば、なんか、いろいろ映っちゃうな、ということで、はい、裏返していいですか？これがゴールド。ほらね、映っちゃうから、はい、ゴールドなんですけど、裏返します。これ、ミニピザボックス、4つ入ってます。あ、おはようございます、MW さん。4個入っています。ということで、1個ずつ、はい、これつけていただいても、ね、1個に2色つけていただいても、ね、さらに、1個に3個、3色、1色ずつね、ベルつけていただいても、ちゃんとセットになるように、ミニピザボックスも4個入っています。ということで、これだと私が映る。映らない？大丈夫？カメラが映る。ということで、この光物は早く、しまっときます。これがですね、ラップドイン、プラットスイートのシェアで、お値段、税込み、送料込み。税金はちゃんと10% に上がった金額で計算してますので、結構お値打ちだと思うんですよね。3900円となります。今のバッグですね。こちら3900円です。はーい。次が、ね、4つもあるんでね、ちょっと急ぎ足でいかないと。
これ今カタログの順番でご紹介してます。次がレッドイットスノースイート。はい、レッドイットスイート、レッドイットスイートじゃ、レッドイットスノースイートはですね、こういったなんかちょっとスイートの中にちょっとなんでしょう、分けにくいものがあるので、スイートに入ってる種類はそんなに多くないんですが、というのはエンベリシメントキットっていうのはね、これはもう分けるというよりも全部皆さんで作っていただきたい、使っていただきたいですし、箱がすごい可愛いんですよね。なので、このペーパーとかリボンなんかをシェアキットにしといて、で、そうすると結構節約できますよね。その分で多分エンベリシメントスイートキットが全部ゲットしても、何でしょう。この3つを全パックでゲットしちゃって、で、余らしちゃってっていうことなく、同じような金額でこっちもいけると思うんですよね。なので、余った金額でスタンプとかね、パンチを購入してくださいと思って考えている、プロダクトシェアキットでございます。はい。このキットに入ってるのは、ウェラルストミチョイスのカラーコーディネートしたカードストックにデザイナーシリーズペーパー、そしてグリマーペーパーのリアルレッドも入れておきました。もちろんリボンもそうです。はい、カードストックからいきます。リアルレッド、シェイデッドスプルース、コスタルカバーナーも本当にこのコッポップなね、いいでしょう、このグリーンで。他にもいっぱいねコーディネートカラーあるんですが、この3色が一番メインのねカラーになってるなと思ったので、例えばこちらフラーティフラミンゴですけど、フラーティフラミンゴのベースカードよりはほらコスタルカバーナの上に乗せた方が映えるし、ほら、ね、リアルレッドの方に乗せた方が映えるし、シェイディッドスプルースでも、こんなちょっぴりしかないけど、濃い色なので、ちゃんとここで効かせ色となって、映えるわけなんですよ。ということで、デザイナーシリーズペーパー、どのパターンとも一番よくコーディネートできる3色を選びました。ニュートラルはウィスパーホワイト、それぞれ3枚ずつの12枚となります。はい、例によってデザイナーシリーズペーパーは12枚入ってますが、12×6インチ。1個だけちょっと変則があるので順番にお見せしますね。こちらもスペシャリティで1個グリッター、片面にですね、こんな風にグリッターがついているパターンがございます。全部じゃないんですけどね。裏このしましま。わかりました?これもね、はい、向きがあるものは、横カットと、それから縦カットのものを1枚ずつ作ってますので、はい。どちらも対応できますよ、ということです。はい、次、ハットのもの。これも、これ、ハットはですね、縦横ないので、スパンとこんな風にカットしてるんですね。はい、次。これがですね、ちょっと変則なパターンのものなんですね。というのは、1個が短くて1個が長いです。こっち側だったかな?こういう風だったかな?ちょっと自分でカットして覚えてないんですけど。というのはですね、これ上から6インチ6インチでカットしていくと、このスノーマンがね、頭がカポーンって切れちゃったりするんですよ、この帽子が。せっかくこれカットアウトできるのに、それはもったいないということで、はい、若干ね、ほら、わかります?サイズ違うんですよ。半分にはカットしないんですけども、ちゃんと1枚分がいくように。あ、MTA さん、おはようございます。間に合いました。よかったですね。はい。ということで、ちゃんとですね、スノーマンがパンチできっちりね、カットできるように、ちょっと一方が長くで一方が短いというカットにしてあります。なので、有効活用できますよ。はい、こちらもですね、縦横がある向きになるようにカットしています。あ、大丈夫かな?まだなんか、あれ?あ、よかった。うちのネットがおかしいのかな。一瞬今なんかライブが切れたみたいなメッセージが出たんですけど、あ、大丈夫ですね。OK でした。はーい。次、こちらもパターン、しましまなので、縦のものと、表は関係ないんですけど、裏がね、しまになってるので、縦カットと横カットになるようにしました。あ、TM さんおはようございます。そして最後、スノーマン、これも、スノーマンの縦、その横でワンサカいる方と縦でワンサカいる方にちゃんと2種類のカットの仕方をしたものを混ぜていますよ。そして最後はですね、これはデザイナーシリーズペーパーのパックには入ってなくて、通常は別売りなんですけど、グリマーペーパーレッド、はい、これ12インチ ×6 を2枚、
結構これだけあったらわんさか使いますよね。だってグリマーペーパーってこれだけいきなりバンとカードの貼ることあんまりなくないですか？ちょっと大カットしたりパンチアウトしたりとかしますよね。で、これもね、もしこうやってデザイナーシリーズペーパーにね、こんな風にね、マッティングする場合ね、ここ隠れますよね。穴開けましょうね。カットしてから、ここだけ見ればいいでしょう。なので、こうカットしたら、ここガンと穴開けて、他のものに使いましょう。ウェラではそうやって使ってるので、なかなか減らないグリマーペーパーということです。はい。そして、このスイートでは、リボンは1種類なんで、これも、カーリーリボン、ふわふわの、なんかこれ、こうやってやっていくと、鍵編みとかね、できそうな感じですよね。これも、最低2メートル入っています。はい。よくプロダクトシェアキットをご利用された方に伺うんですけれども、本当に使い切りでちょうどよくって、プラス、例えばデザイナーシリーズペーパーとかのお試し感覚でも使えるのが嬉しいって、好評をいただいてます。というのは、使ってみてね、これだけ、使って、本当使い切っちゃったら、後でデザイナーシリーズペーパーだけ買えばいいので、そこまで気に入ったら1パック買えばいいので、通常はね、使い切るほど気に入るかなっていうのが最初分かんなかったりするので、こういうふうにプロダクトシェアキットをテストとして利用してますというフィードバックもいただきました。本当に嬉しいです。ということで、レッドイットスノーのスイートは税込み、送料込み、手数料込みで3500円です。はい。いよいよ最後4つ目のキット、4つ目のキットはですね、カタログ上でいくと結構後半の、はい、こちらのブライトリーグリーミングスイート。これエンベリッシュメントがね、リボンも含めと3種類も入ってるので、ゴージャスなね、キットなんですよ。入っているのは、はい、スペシャルデザイナーシリーズペーパー、グリーミング、ベリーマニアコッパーのリボン、スターデザイナーエレメント、そしてブライトリーグリーミングホイールエレメント。これもほんと一種類でワンサカあるので、結構使い切れないという方が結構いらっしゃるかなと思ってね、このキットに入れてます。では、カードストックからいきます。はい。カードストック。今お見せしてるのは、実は実際に入ってるよりも数が少ないです。色見本ということで、なぜかというと、さっきの、他のキットに入れといたんですけど、私のですね、手持ちのナイトオブネイビーがね、ちょっと在庫が切れていて、プリティピープコックはもうすぐ来るんですけど、カラー見本ということで、今1枚ずつしか見えてませんけど、実際はそれぞれ3枚入ってますので、ナイトオブネイビー超人気で、オーストラリア今在庫切れなんですよ。だからオーダーしても全然来なくって、しばらく随分ナイトオブネイビーが切れてる状態でございます。まあ一応1枚あったのでね、まだ余ってたのね、別のキットの方で入れちゃったっていうのもあるんですけれども、皆さんのお手元には全部3枚ずつ来ますよ。ナイトオブネイビー、プリティピーコック、それからモッシーメドウ、そして、はい、ベリーバニラ、薄い方のベニーバレラ、ベリーバニラですけどね、これがコーディネートカラーです。それぞれ3枚ずつの合計12枚。デザイナーシリーズペーパーは、はい、12インチ×6インチ、もう見てこのゴージャスねえ。これなんかはもしかしたらデザイナーシリーズペーパーだけど、後で追加で買っちゃう方も結構多いんじゃないでしょうか。使ってみてみたら、なんかもうやっぱりこれじゃ物足りないと思うかもしれませんね。でも、まずはこのキットでどれだけ使うかお試しいただいてからっていうの感じがいいんじゃないでしょうかね。はい、こちらコッパーのね、ホイルがついたもので、片面キラキラで、これもね、さっきね、ちょっと順番変えちゃったんですね。じゃあこれの裏がこれなので、こういう感じでいきましょうか。はい。こちらも向きがあるものが、これはそんなになかったので、普通にポーンとカットしてるんですけど、あ、ワイアイさんがおはようございます。なんですけれども、こんな感じですね。これ自体は、はい、全体模様のものが多いですね。これです。なので、縦横っていうのは関係なく、普通にカットしてあります。ただ一つ、まだ出てこないから、その時に、はい、これが
裏となっています。もう本当に素敵これ。であとね、このプロダクトシェアキットを買われた方でよく聞くのは、あのデザイナーシリーズペーパーがね、最初からカットしてあるのがいいっていう方結構たくさんいらっしゃるんでしょう。なぜかというと12インチからもったいなくて切れないって皆さん言うんですね。でもこうやって切ってあると、もう1個切ってあるのでさっと使える。であとはね、カード表紙にするときはここにポーンとカットすればいいし、とかこうポーンとカットすればいいし、ということで溜めないでちゃんと使えるっていうことで、はい、ハッシュタグラビチョアピットっていうのも私やってますけれども、応援してますけど、そのムーブメントね、やっぱり溜めないで、あの眺めてるだけじゃなくって、実際にあの作品に仕上げていただいた方がデザイナーシリーズペーパーも喜ぶかなと思います。はい、これだけですね、唯一縦横があります、ボブルの。なので、はい、横カットしたものと縦向きカットしたものをこんな風に入れてます。正直ね、これ私これだけ何枚も欲しい。これとこれかな、これとこれ、これとこれだけ何枚も欲しい。でもきっと皆さんもこれがお気に入りだったりするから、交換してくれる人いないですよね、とか言って。はい、これもですね、縞模様があるので縦横にこういう風になるようにカットしました。表向きはもう全然関係ないですね、あの全体模様となってますが、裏向きはこうなのでこういうカットをしています。はい、最後の1枚、これもですね、向き全く関係ない全体模様なので、これに関してはお星様、縦向きになっていようが横向きになっていようがあまり変わらないかなと思うんですが、目の錯覚でなんかだんだんおかしい感じに、でもね、こんな、あ、そういうことですね。はい、これでこのままずっとこういうことですね。これはまあ横向きにカットしてあるもの、これも横でも縦でもほら関係ないですね、ということで、はい、カットしてあります。これがデザイナーシリーズペーパー、6種類のそれぞれ、まあ裏表柄はありますけれども、6種類のが12枚ですね。それぞれ2枚ずつということで12枚。そして、はい、エンベリッシュメント、リボンは例によってまた最低2メートルでもこんなに、実際は2メートルちょっときます。ベリーバリラ状にメリークリスマスメリークリスマスってなってるんで、ちっちゃい箱作ってこれでくるっと結んだらもうタグもいらないかなぐらいの感じですよね。ちゃんと書いてあるかここにっていう。そしてですね、スターエレメント、じゃっちゃじゃじゃっちゃっちゃん、コッパーの、これもですね、2列で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 つまり20個スター入ってますよ。なので、あのちゃんと多分結構使い切れるけれども、ケチケチしないくっても大丈夫っていう、ちょうどいい分量にしました。次、コッパーフォイルシートエレメント、はい、2枚ですね、こんな風に、ちゃんとね、ちゃんとしたったら変ですけども、フルシートで2枚入っています。でも1シートにそれぞれ2セットずつ入ってるんですよ、すべてが。でもう1個のシートが、はい、1セット、つまり 2.5 セット入っておりますので、個数的にはこれを1個いのも全て1個2個ってした場合は25個フォイルエレメントでも1個ずつこうやってね取り外してね使うので、これも結構わんさかね使っていただける、それでいてあまりはしないなっていう、ちょうどいい分量じゃないかなと思いました。はい、こちらが入っています。よいしょ、ここに入れとこう。ホイールシートね、こういうあのプロテクトシートもね、あのこういう風に間に挟んでね入ってきますのでね、ご安心ください。ということでですね、以上が本日から申し込み受付開始のプロダクトシェアキット4週のご案内でした。で、こちら最終の何グループかに分けてね、募集していきますので、各グループの定員が埋まったら、すぐに、その次のグループ、その各グループの申し込み締め切り前であったとしても、定員が埋まったらすぐ次の申し込みとしてどんどんいきます。で、その場合ですね、
最後の方の回になってくると、もうすでに一定のこれプロダクトシェアって何人かでシェアしていただくので、そのシェアする人数が集まらないことがあるんですね。最後になってくるとやっぱり。そうすると実際は締め切りには間に合ってるんだけれども、もうどうしても本当に最後の最後の方になると、もう1人2人であとシェアしてくれる人が集まりませんっていう時は、実はお断りしてるんですよ。申し訳ございませんって。なので皆さん、11月まで受付はしますけれども、後になればなるほどその確率がもう毎回あります。今回もありました。なのでですね、必ず最初の方にね、パパッとお申し込みされる方がいいかと思います。はい、こちらのお値段、税込み送料込みで4000円となります。で、このプロダクトシェアキットはですね、もう誰でもお申し込みいただけますよ。よくお問い合わせいただくんですけど、私デモンストレーターやってるんですけど、いいんでしょうか。関係ありません。デモンストレーターの方だってこうやってちょっとずつ欲しいって方いらっしゃいますよね。どなたでも、ご利用いただけますよ。そしてですね、プロダクトシェアキットは、私オリジナル企画となっているので、スタンピンアップのオンラインストアを使った時に出てくる、リワードとかね、あとお買い物プレゼントというのの、あれには該当しないんですが、オンラインクラスに関しては、これもともとオンラインクラスをそっくりそのままプロジェクトサンプルの通りに再現したいっていう方のために、企画していますので、プロダクトシェアキットを買っただけでもオンラインクラスっていうのは受講できます。5000円以上ということなので、例えばこのグリーミング、クリスマスと、それからトワイルタイリングで、5000円超えますよね。またはこの2つなので、2つキットを購入すると5000円超えるので、その購入された月のオンラインクラスを、プロダクトシェアキットを、購入されただけでも受講することができますよ。さらに10月11月というのは指定プロダクトがありません。なので、よりお手持ちの他のね、スタンプセットでも融通が効くようなレシピで考えています。ですが、使っていくサンプルはこのプロダクトシェアキットの材料を使ってやっていくので、プロダクトシェアキットがあれば、スタンプセット他に変えたとしても、そっくりそのままね、何も考えずにエンベリシメントもね、そのまま真似て、可愛いのが出来上がるということでね、ご利用していただけると思いますので、ぜひ、申し込み方法などはブログの方をご確認ください。ということで、まだ本日ブログをご覧になってない方、今日から、ね、先行販売がスタートした新しいスイートのこととか、新しいスタンピンナップトリマー、まだね、一般販売開始日決まってないんですよ。なんで決まってないのかっていうようなね、理由なんかもブログの方に書いておきましたので、ぜひそちらもチェックしてください。Thanks for watching! Happy Crafting!